皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段とキム・ハユン初段との軒常対局の模様をご紹介したいと思います。キム・ハユン初段なんですけれども、そうですね、2011年生まれの棋士ですね。で、中村さんよりも2つか3つか、学年的には3つなんかな、ぐらい若い棋士ですね。で、今年入段した棋士でですね、今年入段した棋士にしては成績がいいですね。6割ぐらいですから、中村さんと一緒ぐらいですからね。中村さんも今年入段した棋士みたいな感じになってますから、それと一緒だっていうことは、結構ね、この棋士ね、有望な棋士とは言えるんですけれども、では初手から見ていきたいと思います。キム初段の黒番です。中村三段は2連星です。で、しまってかかって、で、挟みまして、手抜いてね、肩突きいきました。で、三入って押さえて桂馬にかけて、ぶつかって押さえて跳ねて、そして跳ねて押さえて、そして二段跳ねしましたね。二段跳ねしまして、当たり打ってついで、1目を抱えましたね。で、当たり打って、で、ここね、三子の中央ね、ここを守りましたね、受けましたね。で、ここ、伸びまして、一間飛んで、そしてまた三々に入りました。押さえて、定石ですね。で、ここに打ちましたね。ここは模様を作りましたね、白はね。で、ここコスみましたね。で、ここでつけて跳ねて二段跳ねして、ついで伸びて跳ねて、切りましたね。切る手がちょうどね、この石をそのしのぐ時のね、ポイントですね。当たり打ちました。当たり打つ手もあるし、単に引く手もあります。両方ありますけれども、当たり打ちましたね。一応ポン抜きは許せないので、一回伸びまして、そして引きまして、で、曲がって、これ曲がった手では、実はこの、取れるんですけれどもね、ここでね、こっちを手入れたら取れるんですけど、当たり打たれて、こうガーッとね、ここは効かされるので、跳ねて、跳ねて、継ぎまして、で、ここでへこんで、これで一応行きましたね。で、こすんで、ぐずんで、これで生きてますね。生きてるっていうか、この連絡と一目取りが見合いですからね。で、こっち継いだらこっちにね、一眼作れますので、これで生きてますね。で、跳ねてかけ継ぎましたね。かけつきよりもここは伸びた方が良かったんですけれども、ちょっと急所に打たれる手が嫌だったかもしれません。当たり打って、ついで、そして、ここね、二間に開きました。ね、今度逆にこっち打たれたらね、この石が危ないですからね、逆に。で、切って、伸びて、張って、当たり打って、伸び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 て、曲がって、曲がって、で、つけて、つけた手は今度こっち跳ねたいんですけれども、二段跳ねしたいっていうことですね。はい、で、下がったので、跳ねて ここで二段跳ねしましたね。この石がないと二段跳ねできないですから、切られてね。で、伸びて、ついで、で、ここにつけましたね。で、ここでここにつけました。この手の意味はちょっとこの辺が薄いので、補強しようという意味なんですけれども、打つ必要はなかったと思いますね。特に切られることもなかったもんですから、当て込んで、で、二段跳ねして切って、ついで、で、当たり打ちまして、で、ここ跳ねまして、で、跳ねて、で、ここ当たり打って、ついで、ポン抜いて、で、跳ねて、ついで、ついで。さあ、ここに当たりを打ったんですけれども、これは若干悪手だったみたいですね。というのは、別にこの当たりを打たなくても、これ連絡してますので、実はね。こう出ても連絡してますからね、この当たり打ってね。
連絡してますので打つ必要なかったと思うんですよね。こっちの当たりもありますので、でもここは当たりを打つ必要はなかったんですけれども、まあ当たり打ちましたね。はい、まあうん、まあ抜きまして、そしてこっちを押さえました。まあだからここまあ打たずに単にこっち行った方が良かったかもしれませんね。で伸びて、そしてここで桂馬に打ちました。まあここもう一回押したかったんですけれどもね。まあここ打ちまして、まあ受けましたね。ただ受けました。ここでここでここに打ったんですけど、この手が問題でしたね。この手は問題でした。この手はもう完全なミスです。この手はね、なんでここに打ったかっていうのは、多分ね、私の勘ではこの死活ですね。ここがどうもはっきりと生き形が見えないというか、わからないというか、多分それでここに打ったと思うんですけれども、これはね、監修でしたよ。うん、ここは絶対に、ここは絶対にこれを抑えないといけなかったです、ここは。ここを伸びられると、もうこの辺の地は全然なくなっちゃいますから、ここは絶対だったんですけれども、ここに行った手は、これは、まあ、監修でした。で、まあ、ただね、黒がぶつかってくれたので、まあ、またね、こっちに打つね、まあ、機会が来たんですけれども、まあ、これ打たれても、まあ、損ですね。はい。受けられてもこういう感じ。受けられてて、こういうふうに、打たれても損ですね。で、まあ、ここで、まあ、押さえて、跳ねて、そこで切った手が、もう、これはね、完全にね、暴走です。はい。これは暴走です。もうここはもうしょうがない。こういう風に行くしかない、なかったと思います。もうこう言って、こう行くしかなかったと思います。これはしょうがなかったと思います。こう打つの。しかしここでね、まあ切ったら本当は暴走です、これは。もうこうでね。もう無理やり封鎖するんですけれども。で、ここ打たれて、そしてね、もうちょっとこの辺がね、まだはっきり生きてないので、まあ、こう跳ねてね、押さえて、そしてここ跳ねました。まあ、なんか、あっち打ったらこっち打ったりしてるんですけども、まあ、こっちの何ですか、しのぎにはあんまり役に立ってないです。当たり打って、引いて、そして引いた手はね、ちょっとぬるかったですね。もうこれ当たり打った方が良かったです。うん。まあ、ここはね、実際ね、こう当たり打ってもね、まあ、ここ多分、切ってくると思うんですけども、ついでおいて、こういってもね、こう出たら、まあ、これ抑えられないですからね、こうやってね、まあ、こういって。結局取られますので、まあここはね、まあただまあ引いたのはもうあれ監視でした。で当たり、ここの当たりを打ちましたね。ここに当たりを打った手はまあ、まあどうなんでしょうかね。うん、まあ継いでくれたら、継いだらどうしようって言うんでしょうかね。まあ、こういくんですかね。こう言って、こう言って、こう言って。で、まあ、こういう感じで、まあ、まあ、こういう感じでしのぐ手はありますね。うん。まあ、こういったら、これを取ってね。うん。この交換があるので、こう跳ねた時にね、こっち切ることができますね。ね、これ当たり打っても、これがね、両方ダメ詰まりでね、これ打てないですから。うん。まあ、こういうふうにしのごうということだったかどうかはわからないですけど、まあ、こういうしのぎ筋はありました。ついだらね。まあ実戦ではここでね、こっち当たり打ちました。で、まあ抜きまして、で、まあここにコウ立てがいっぱいありますので、まあ、これ、ここ自体がコウだから、で、ここでこっちに打ちます。これを打っても、ポン抜きはやばいでしょう、これは。うん。一応こっち抜きましたけれども、ここ抜いて、まあ、はっきり言って5、ここもう危ないですからね。で、ここ3子を結局取ったんですけれども、これで。まあこう当たり。でここに打って、まあ、跳ねて伸びて曲がって当たり打ってついで、まあ、抜いてでここ抜きましたね。うん、これはもうひどいですね。うん、まあこう伸びたんですけど、まあ、ここだけはそれでも守らないといけないって言ってここ守るんですけど、ここ守るとねまたこう石が来たらこの石がね本当に死んでしまいますから、押して伸びてね、まあ桂馬に打って、ね、もうこれ全部取りに来ましたね、これね。で一間飛んで桂馬に打って、
でこうつけてね、まあしのぎですね、はい。まあ、ちなみに最近中村三段はなんかこういう弱い石を結構わざと作ってるのかどうか知らないですけれども、結構作って、でどうもまあしのぐ練習をしてるというか、うん、まあわからない、すごい練習してるかどうかわからないですけど、まあそういう展開が多いです、うん、最近は。だから大大物をね、この大石が死んだりっていうのは多いですね、はい、ネット局対局では。でここでもまあ多分ね、まあこれ死にそうなんですけれども、をつけてね、跳ねて引いて、で渡っていって、で当たり打ってついでね、で当たり打ってついで、でここ行きました、で一間飛んでね、この石はどうしようもないですねこれね、はい、どうやって生きるんでしょう。でまあつけましたね、まあさばきはつけよっていうから、でここ押しました。多分これが生きて脱出しても多分悪いと思いますね、うん、脱出しても悪いと思います。だって字がここしかないですから、白字ここもちょっとありますけども、多分脱出しても悪いと思いますけど、で、こすみました。そして伸びまして、でまあ跳ねて、もうここあのついでられないですから今で、ついで、そしてつけました。で反発しましたね、出てね、引きまして、押さえて切りましたね、はい、切ったで、まあ、切るしかないですね 今はね。で、ここで下がりました。まあ下がるのがいいのか当たりがいいのか難しいところなんですけども、まあ下がりました。でここでね、まあ、あの連絡しましたね、この位置と、この位置と連絡しました。まあこう脱出しようということですね。で桂馬に飛びました。まあこの石の働きのせいで多分まあこっちに脱出はできるような気がしますね。でつけて跳ねて出て当たり打って当たり打って抜いて、でここを生かしましたね。まあこの手はこの石との関係がありますね、こっちの石と。この石が今度ここをつけたらこれ先手ですから、まあするとね、ここがあの分断されますので、この石がね、この全体が先手ですね。まあここまあ受ければいいんですけど、ここでですね、ここに行った手がこれがミス、これはすごいミスですねこれはすごい、まあここではこう打っておくとか生きておくとか、あるいはもうこう渡っておくとかね、これ絶対こう打たないといけないです。これ一応先手だったんですけれども、しかしここでここに行ってしまったので、これが一応先手なんですよね、こっちに対して。でこれ生きないといけないんですよね。ただ生きたらこれ取られますね、この隅の石を取られてしまいますね。しかしここで黒が何を考えたか知りませんけど、ここでこの石を取ってしまうんですよね。これで一気に逆転ですね、ここに行かれて、ここ、これでこの石が逆に死んでしまったんですよ生きないんですよね。まあ、ここでまあなんか生きようとするんですけれども、こうやってね、まあ、跳ねられて跳ねられてね、ぴったりこれ二眼ないですね、これね。こっちはもう生きてますから、まあ、これ死にましたね。まあこう、まあいろいろ打つんですけど全く意味はないですね。でこう打ってもね、こう跳ねまして、割り込みが成立しないですね、そのこの手は。まあこういうふうに割り込んでもこうね、ダメですから、切られてダメですから、この割り込みが成立しないんですよ。でまあ実戦でもね、割り込んだんですけれども、まあ、切ってね、でこれはね、まあ継いだらね、これ2目当たりですから、これであのこっちを行くとこの3子が取られるし、まあ、こっちを行くとこの2目が取られるし、こっちを継ぐとこれ取られるしね。だからどうしてもこれもう連絡してるんですよね。ではダメですね、このあの切れない、分断できないですね。でまあここでこういくんですけども、当然これはつきまして、まあここ、ここまあコスミつけるんですが、もちろんこう目はね取りますよね、ここ打って見合いですね、こっちとこっちがね。で、ここまで打ちまして、黒のねキム初段がね投了しましたね、はい。もう以下は簡単ですね、これ死にましたから、まあ本当負け格の碁だったんですけれども、
まあしのいでか、まあ相手のしのいだっていうのはこれミスですね、ポカですね、相手のね、ポカでね、まあ勝っちゃったという碁ですね。はい、以上です。